さあディズニーシー、これ噴水の上に浮いてんだね。電源切るとどうなっちゃうんだろう。ゴロゴロ転がってくるのかな。さあ横浜行きの リムジンバスで行きます。1500円、大体1時間ぐらいですみたいです。いよいよ出発、横浜で夕飯食べて帰ろう。鶴見ウイング橋だ。鶴見川の上、横浜市。ウイングホープ一渡ります。これね、30分ごとなんですけど、時報でね、青くなんだな。で、ベイブリッジはね、一般道の下にあります、はい。で、排気量制限があって、125以下は通れない。で、歩行者と自転車も通れないかな。まあ、レインボーブリッジは通れるんだな。この坂ちょっとある。バイキャットに着きました、はい。ね、荷物もね、これ重たいやつ、ね、横浜駅エスカレーターで行きたいな。どっちだろう、そこは近いんだろうけど、ね、横浜シティアターミナルだ。着きました、はい、横浜そこに着きました。では横浜駅通ってポルタ通ってダイヤモンド地下街の先のお蕎麦さん行こう。